どうもジャメメです。で、今日も対戦ズーキーパーの対戦やっていこうと思います。まあ、まずはやはり3戦ぐらいアップして、まあ、いつも通りオンラインの方に潜っていこうと思います。まあ、割と久々なんでね、ちょっと真剣にやっていきましょう。1400差ありますからね、これ。
はい、ありがとうございました。1しか見えない。1だけか。際どいですね。装備してても意味がないので。はい。で、装備はブラシとかに変えてみます。ブラシで。はい、じゃあ、再びやってみます。12増えたかな ?12.2 増えた。やっぱ、レートが近い人同士だとだいぶ上がりますね。はい、再び横レオさんよろしくお願いします。いいですね。10連勝しました。2635だから、まあ、また12くらい増えたか、大体。11.3 増えた。10位も100位だった。
4か。で、ディフェンスが160ぐらい、70ぐらい。相当有利になるんで、体力多い側が。これはありがたいんですよね。相手からしたら、もう、ラッキーパネルがディフェンス来た時に、ここだと思ってます。あそこはまあ、まあ、運もありますね。まあ、それにしても、俺ディフェンス400以上あったんで。まあ、勝てるでしょ。仮に逆の立場だったんですよ。2645.5 かな？お、2650いきました。15141。あ、ちょっとじゃあライバル登録試してみますか。例えばこんな感じでライバル登録この人しますよ。友達ライバルリストっていいので、ライバルリストがこういう風に見れるんですよね。プロフィール。詳しく見てやると、アタッチとディフェンスチーム。が見れる。ここの数値がマジで異常なことになってたら、チーム発生なんですよ。まあ、これは普通です。これは普通に、人間がやってる数値では、全然、チートじゃないんですよ。本当に、4000とか、5000とか6000とか出たりするんで。まあ、それだけが、ま、チートに、もう、判断する、ってことはないんですけど。まあ、大体、ここで判断。じゃあ、ちょっとリストから消しておきましょうか。まあ、ここね、台湾成績を取っているんで、難所な。一応、引き分けもあります。これでね、しっかり判別していきたいと思います。あ、じゃあもうこんな感じで。まあ、今日もお疲れ様でした。良ければ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。